藤の花をスプレーを使って描いてみました。今回使ったのはお花紙ですが、普通のコピー用紙でもできます。まずこれを3等分にします。それをさらに細長く半分に折ります。輪になっている方に細く線を引きます。次に斜めに線を入れます。これを大体の目安にして藤の花びらを描いていきます。だんだん大きくしていきましょう。重ねたまま切り取っていきましょう。ずれやすい時にはホッチキスで留めるといいです。切り取れたらこれを広げます。ベースになる画用紙などに切り取った花をバランスよく置いていきましょう。スプレーボトルに水を入れて、そこにプリンターの補充用インク、マゼンタとシアンを入れます。これで綺麗な紫色ができます。スプレーを直接吹きつけるとめくれ上がってしまいます。スプレーは上向きにしてふわっと霧がかかるようにしましょう。途中でシアンを足したりマゼンタを足したりしながら色を変えていきます。付け終わったらピンセットか割り箸でそっと剥がしていきます。その後からもう一度軽くスプレーして藤の花にも色をつけておきましょう。